南洋、南の広い海の意。転じて地理区分として用いられるようになった。今夜万国全図。原寸表示、11726号、266ピクセル。この表示の30倍の大きさでないと文字は読み取れないため注意。宮崎一貞によれば、当初、南方の海を指す語として用いられた、南海は、 単に海そのものを指すに過ぎなかったが、やがて南海の浜、つまり南シナ海に面した海岸部を指すごとなった。旗が設置した南海軍はこの誤報の典型である。その後、宋代の例外大統の記述などによれば、海洋進出によって広大無辺なる大海を発見して、これに太陽海なる名称を付すようになり、これと共に公開可能なる大海を呼ぶに、 用をもってすることが流行していく。現代の遠い史略では南海を東洋と西洋に区分している。秋代に入るとヨーロッパ人の来航によって地理知識は更新され、マテオリッチの今夜番国全図では大西洋、小西洋、小東洋、大東洋、最南海、東南海、南海などが記載されている。さらに時代が下り、 新代の陳治明の開国権文録では、先日の小東洋は東洋と解消され、新たに設けられた東南洋で台湾フィリピンボルネオ方面を同じく新設された南洋でインドシナジャワスマトラ方面を指すようになった。南洋に進出しようという、いわゆる南進論は明治時代にすでに唱えられていたが、その対象とはない南洋であり、 ほとんどの論者はその島々を南洋そのものと理解していた。しかし、第一次世界大戦への参戦によって、ドイツ領南洋軍島を占領し、その後のベルサイユ講和会議の結果として、1922年に日本は委任統治の形でこの地域を獲得している。これと前後して、資本主義の発展や在外航路の充実、 第一次世界大戦による世界経済の変動などがあって、南洋も外南洋を強く視野に入れた概念へと変質している。例えば1915年に民有者から現代総書の一つとして刊行された南洋では次のように定義していた。講義における南洋とはアジア及びアメリカに属せざる太平洋上の隠し場所、欧州、新在ン、乱量東インド。 裏南洋諸島の総体に対する名称にして、協議における南洋とは、豪州、震災乱諸島を除きたる事与の諸島を言う。今不通言うところの南洋とは、主として、後者を指すものなれども、本書は豪州及び、震災乱諸島も含み、すなわち抗議における南洋を象述したるものなり、裏南洋とは内南洋に相当する語であり、対義語は、表南洋となる。この時点で、 明治期よりも内容の範囲は大幅に拡大している。ありがとうございます。